はい、トーマーです。今回は三国志14の方ちょっとやっていこうと思います。光栄のはね、他のシリーズで、信長の野望とか、あとジンギスカンだったりとか、水滸伝とか、そのあたりから史実武将が追加でちょっとまた配信あったので、そちらの武将をちょっと登録してやっていこうかなとは思います。そうですね。シナリオは、群雄割拠あたりで、どこかでちょっと独立勢力を、独立勢力立ち上げるのはいいけども、どこで何をやりましょうかってとこですよね。信長の野望、こっちの武将はちょっと、勢力的にはなんか統一性が全くないですよね。あとは、水滸伝。水滸伝。そうだなぁ。竜輪尺貨幣利器円錐。ちょっと迷うなぁ。で、こうやってみると、ジャムカがちょっとね、敵勢力っていう感じにはあるけども、モンゴル勢が比較的メンバー揃ってるかなと。こちらの6名でやっていきましょう。新勢力作成で、チンギスカン君主にします。場所をどこにするかなんですよね。バチバチに、戦闘できるのも楽しいっちゃ楽しいんですけど、どうしようかな。そうですね。巨匠あたりで始めて、そうか、でも炎術、曹操と戦ったりするのは面白いかなと思うけど、炎術が後ろから邪魔してくるかな。いいか、巨匠で始めましょう。で、新武将は配置で全て、配下に加えます。さて、これでやっていきましょう。君主、群雄はチンギスカン。任せてもらおう。で、難易度中級でやっていきましょう。ムービーの方は飛ばします。孫策の、これは炎術家の独立ってとこですね。さて、順番は後ろの方ですよね。
と支配しきれていない風がいくつかあるので、そこはちょっと走らせた方がいいかな。まずは、褒美ジャムか。感謝しよう。で、人面で姿勢で、軍師は、支援必要なので、そして内政に槍つ素材と、こちらでいきましょう。任せてもらおう。で、次都市内政で、兵士をチンギスカンに集めさせて、そして訓練を誰にやらせるかなんですよね。内政考えると、ジャムカに訓練をさせて、そして地域内政で、クビライに商業、そしてヤリツ素材に農業、ヤリツ素材農業、そしてラッチに弊社で、あとは、ボルテで、農業と。一旦こんな形で始めて、で問題は空白地を先にもう抑えてしまうってことですよね。ここは訓練担当してるジャムカにちょっと走ってもらって、この空き地になってる風を順番に回ってきてもらいましょう。我に続け。さて、では時間進めます。空白の風をちょっと抑えるのはいいんですけど、そこに武将をちょっと配属できないぐらいに今人手足りないので、地域内政でまずはこの落としたところを、占領したところを広げていってもらいたいので、ボルテを任せください。そして人材、とりあえずもう全員で行きましょう。では参ります。演術なんかめちゃくちゃ修正を誓おう。兵士出してきたけど、報告がある。褒美ありがたい。そして東洋で復讐を参ろうか。そし
て、地域内政で、弊社しかできないよな。承知した。ちょっと人材が、もうちょっと出立いたします。誰か見つけてきてくれないか。お、巨長。世話になる。お、必ずやお役に立ちましょう。あ、領主か。確認してくれ。褒美。ありがたい。よし。そして、地域内政で。農業を進めてもらって、あとは巨長。巨長はもう弊社しかないですよね。お任せください。もう武将いないか。いや、まだ誰かいるかな。出立いたします。縁も空白地ってことは、縁もちょっと抑えてしまって、聞くがいい。ちょっと縁の占領にジャンカを走らせましょう。我に続け。そして、褒美。お礼申し上げます。で、あ、商人がいる。米も今安いので、ちょっと、まとめ買いしておきましょう。喜べ。で、人材で探索。まだ一応推薦は出てるな。出立いたします。報告がある。ちょっとでも人手不足だな、これは。序南からちょっと引き抜きに向かうとしよう。ちょっとね、いろんな方面から人集めていかないと。言ってまいろ。演説軍の武将とかだったらね、比較的引き抜きしやすかったりはするんですけど、
実際いつぐらいだったか、なんか修正入ってちょっと中精度が下がりにくくなって、それがまあ結果的に引き抜きしにくくなったような、ちょっとそういう印象は受けるんですよね。魅力を尽くします。でもいけたいけた。確認してくれ。演術軍が巨匠方面に、こいつだろうけど、まあちょっと放っておきましょう。官員とか別にどうでもいいんで。押さえとく。我に続け。で、探索で巨匠まだ誰かいるんか。行ってまいります。これは理覚だよな。あ、隠しか。ここで引き返してくれるか、飛んでくるか。頼むぜ。あー来たな。これはいかん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 。ちょっと引け引け引け。いや無理無理無理、そんなもん。確認してくれ。いや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 、これちょっといらんことしたな。おお。逆。お礼申し上げます。とはお、老家では参ります。して巨匠ばっかり出るけど、縁は誰もいないか。出立いたします。そんなことはないやろうって思うねんけどな。ちょっとここまずいな。いや撤退してくれそうにないな。やったか。喜べ。お、いやーちょっと観念は。よろしくお願いいたします。リゲン使えてや。よしよしよし、ロケ忠義を捧げます。ちょっと観念はどうにかしたいな。観念はなんとか。ちょっと報告がある。ん、演術巨匠に向かってるって、いや見当たらんけどね。ちょっと観念はなんとかして向かうとしよう。連れてきてほしいな。向かうとしよう。ちょっとこの縁、ちょっと兵士を分かった増やしてもらいたい。で、ちょっと武将増えてきたので地域内政やっていきましょう。まずは土地占領が高い武将を送り込みたいので、かな。農業やってもらいましょうか。で、利元に兵舎、
とは、老慶に商業をやってもらって、陳蘭に弊社。わかった。で、褒美。悪くない。各氏の動きちょっと気になるな。円に向かってくるか。ちょっと攻めてこられると困るな。引き返してくれたらいいんやけどな。よしよしよし、引いてくれた。よろしく。共に行こう。よしよしよし。義勇兵かな？いや、違った。確認してくれ。炎術、どこからこっちに向かってきてんかな？よくわからんな。まあ、そこはもうちょっと放っておいて。身に余る光栄です。やるか。円にちょっと探索もう一回送りましょう。向かうとしよう。成功だ。確認してくれ。身に余る光栄です。縁の偉い女では参ります。巨匠からちょっと余ったてる人を円に移して。では参ります。で提案、特に何もなしか。ちょっとこの14000気になるな。攻めてくるか。まあまあちょっと様子見ましょうか。いや、こちらには来なかったな。よろしく頼む。確認してくれ。感謝しよう。さて、円の内政をちょっと進めていかないといけないんですが、農業と やるとしましょう。とは、
都市内政で、ちょっと訓練を進めておきましょう。そしてョショウにもう一人また送り込んで、で東洋誰か流れてきてないか、ジョナンに肺現象と涼花か、涼花行ってまいろ。そして肺現象まいろうか。そしてあとは探索で巨匠、巨匠も誰かいるか。では参ります厳しいな。報告がある。あ、しまった。巨匠で訓練してる武将がいない。いや、それはいかんいかんいかん。とりあえずもう誰でもいいんで訓練させておきましょう。身に余る光栄です。ちょっと輸送で兵士3000ほどを円に移します。ちょっとね、周りの空白の風を早く抑えに行きたいので、そのための兵士をちょっと分けてあげましょう。曹操と呂布がちょっと潰し合ってくれてるので、とりあえずね、北から攻められることはないと思うんで、今の状況では。巨匠、本当に誰かいるんかな。軍師推薦出る割には全然誰もね発見してきてくれないですけどね。あ、そうそう、洛陽を狙っていったな。造作もない。お、性能書。おお、なんか来たな、なんか来たな。聞くがいい。長水雷白、明らかにあそこを風狙ってきてるよな。迎撃向かいますか。そうそうそう、せっかくなんで、戦闘砲炎、応援、まあ、あ、いや、今はいいや。支援の方で、そうだな、この二つは大事なので、そして、人事。いや、今はいいか。ここまでだな。感触、ちょっと与えていきましょうか。まずは
ヤリツ素材と、そして将軍にはとりあえずカンネイとクビライ、ここまでとりあえず感触与えておいて、でちょっとあそこ、こっち迫ってきてるやつらをなんとかしたいので、強水がどうもここを狙ってきてる気がするので、追撃はいらんな、これでいきましょうか。とりあえず防衛しましょう。狙ってきてるんじゃなかったらいいけど、ちょっとこっち向かってきてる気がするんで、おそらくこれはもう奪われるんで、すぐにちょっと取り返す方向で。聞くがいい。で、円に兵士届いたので、早速出陣するぞ。もう一人、カンネイに。小路か、下手に刺激するよりは、これでいきましょう。ちょっとね、円だけ支配する形で、今のところはちょっとよそには手は出さずにこれでいきましょう。で、まずちょっと胸髄潰して、雷白がどっち狙ってるかな。そのまま北に行きそうな感じやね。お、こっち来た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 。これもまとめて潰せるでしょ。聞くがいい。正直相手にはならないと思うので、感謝しよう。承知した。ちょっと全然いかんな、これ探索したところで。ちょっとな、今人を見つけてきてくれないんですよね、アイテムばっかりなんでね。誰か近場で引き抜けそうな人いないな。ちょっとこの辺捕まえて連れてきてくれたらありがたいですけどね。まあとりあえず時間進めましょう。まず侵入してきてる炎術軍を駆逐しましょう。重い指令、ね、相手にはならないと思うんで。撤退します。シングルだ。どっちかな。いや、クビライ、いや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 、やるならチンギスカンでしょう。武力やばいよ、これは。
かかってくるがいい。正々堂々参ります。ちょっと頼みますよ、これ本当。どうだ、そんな中途半端な武力で。せい、あー、やはり相手にはならなかったか。聞くがいい。さらに生涯が来てる感じかな、これは。人面感触、変装軍に、とりあえずはリゲンとジャムカをちょっとどうするかなんだよな。チンギスカンのこと嫌ってるからね、こいつ。あとは巨長だな。さて、でちょっと長外がこっち向かってきてるような気がするので、巨長にちょっと迎撃出させましょうかね。これで行きましょう。引いてくれたら問題なしなんで。あとは向かいます。もうちょっと武将なんとかならんかな。向かうとしよう。では参ります。とりあえずもうどんな武将でもいいんで頭数を揃えたいんですよね、序盤は。何でもいいか、とりあえず人がいないことには内政進められないんで。もっと火攻め。よし、強水で雷白はそのまま帰っていく感じかな。報告がある。どうした。チンギスハンをでは、ここを通って帰りましょうかね。ようか、わかった。クビライはそのまま帰りましょう。そして、あ、商人来てるけど、ここは金がないんでそのままでいいか。決済なんだ、イベント、義勇兵来た。でもう一つ女子全勝来てるなぁ。まあまあ、せっかくなんで刀剣と劉備合流させておきましょうか。そしてお決済、さらにまだなんか出てきた。ビシと劉備、結婚イベントですね。まあ、これもちょっともうスキップで。で、提案。いい提案が何もないね。
お、用法。行ってまいります。もう何でもいいから武将来てくれってとこですね今は。で劉備軍合流したところか。そうか。増派孫漢とかは、では参ります。配下にできたらちょっと使えるかな。ここでは参ります。蝶が引いていったな。頼むぞ。確認してくれ。巨匠のも名品とかはいいからやっぱり人なんですよね。向かうとしよう。車中了下。出立いたします。進軍せよ。長いは無用。遅れるの撤退だ。報告がある。いやーもう武将がもう頭数足りないな。感謝だ。行ってまいろ。もう何でもいいからとにかく増やしたい。この人数だと本当にちょっとね何もできないんでね。本当にね動き取れないんですよね。あまりにも武将少ないと。あっ族出てきたし、もうめんどくさいね本当に。報告がある。演説軍巨匠方面。またか。まあまあまあいいや。とりあえずは族を、いやもうこれ関内で待てよ。取り消し。占領して戻ってくる形で、で途中で族を倒してもらうと。で地域内政で。せっかくなんでちょっとね占領したところは農業こちらは、あそうか、用法が空いてるなら用法を派遣しましょうか。わかった。ちょっとちょっと人をなんとかならんかな。車中とか向かいます。引き抜けそうな気がするんですけどね。
シャツシュいけるかな。生涯向かってきてるな。いや、これ二手に分かれて風狙ってきてるね。確認してくれ。生涯には巨長を向かわせましょう。2000もいれば十分。倍の兵力でやられることなんてまずないでしょう。腕が鳴る。そして円環か。これも別に大した相手じゃないんで、利権一人で十分でしょう。3000で。我に続け。そしてボルテが車中を引き抜いてくれるかどうか。あとは行ってくれ。了解。行ってくる。探索もちょっとまたやっていきましょうか。多分これもアイテムしか拾ってこないと思うんですよね。あ、でも都市変わってるな。ちょっと期待していいかな。195年。おっと、車中無理か。聞くがいい。行ってまいります。もうちょっとな、なんとかなればいいんやけどね。情けはいらぬ。あ、コウソンさん滅亡か。で、胸髄また出てきたな。あ、違う、チョウくんか。5000、ちょっと厳しいな。一騎打ちかなんかうまくいけばいいんやけど。報告がある。陣を作りに来ただけなら。やってやろう。多分。どうした。承知。いやー、ちょっとわからんな。相手の動きがちょっといまいち読めない。ありがたい。行ってまいります。あとはやっぱこの巨匠がアイテムだけなのか、人がいないのか、そこなんですよね。1ヶ月、まあ、探索して誰も見つけないってことは、多分在野武将は新規には出てきてないかな。チョウ君突っ込んできてるな。確認してくれ。やってやろう。あるいは円に新しく誰か
武将が出現してないかどうかですよね。ちょっとそちら見てみましょうか。うまい具合に引いてくれたか。聞くがいい。お違う。なんだ。わかった。さあどうしたもんかな。参ろうか。行ってまいろう。しまったしまった。クビライがダメって言ってたな今。行ってくる。でもな、知力90の軍師の言うことなんでね。行ってまいります。とりあえず手当たり次第まあ使者送ってみましょう。報告がある。呂布がこれ曹操を狙ってきてるかな。で曹操は李鶴からも砲撃されてると。陳留狙えるかもしれないのこれ。京都在野で流れてきてる。ちょっと一人でも確実に行ってまいります。味方増やしたいのでちょっと3人ぐらい使者送っておきましょう。出立いたします。そして演術軍強髄と向かおう。ちょなんとかならんかな。91でしょう。行ってくれ。地域内政ちょっと変更しましょう。農業をやってもらって心得ました。ちょっとこれ技法を引いてくれるかな。よしよしよし、リフを引いてくれたな。世話になる。さてこれで京都を当然でね円に回して、おやで地域内政で、いや今こっちちょっと内政すべて人配属できてるなら、行ってまいります。
と円に人を送って、もうちょっと武将増やしたいけどな。では参ります。なんとかならんかね、本当に。行ってまいります。探索もこれは人じゃなくアイテムと思うしな。いやー厳しいな。そして呂布軍は陳留に向かっていってるね。うん。報告がある。工事の勝者か。ちょっとこれはまずいな。勝者張り付いたら多分陳留簡単に落ちるよな。これはどうしようかな。行きますか。ちょっとこの辺3人ぐらいで、1万5000で行きましょう。で、円の内政をちょっと進めましょうかね。ようやくって感じですかね。ちょっと弊社をなんとかしていきましょう。あ、いや、ちょっと待てよ。ここは農業と、こちらで、あ、いたいたいた、京都で弊社、これで行きましょう。かしこまりました。あとは提案で何かいい提案がないかな。長領をとりあえず士気下げておいて、よし、なんとか呂布軍これちょっと動きを牽制したいとこなんですよね。行くぞ。いやー工順ちょっとやばいな。確認してくれ。ちょっとどんな動きになるか怪しいところなんで。参ります。長領一人だったら多分賃料落とせないんですよね。ただ工順の8000の勝者はちょっとまずいんですよね。こんなのが城に張り付いたら絶対城落ちてしまうんで。組み上げよ。参ります。世話になる。よし、まず関東を奪った。聞くがいい。あ、まずいまずいまずい。一旦飛行。
任せてもらおう。そう、ここで出撃してきたか。うん、さすがにまずいな。全部来たら24,000、5,000ではちょっと支えるの厳しい。一旦引きましょう。行ってまいります。ちょっとここを、そうだな、おお、ちょっともう退却で、敵接近無視で行きましょう。よし、とりあえず引き返そう。この6000の援軍、なんとか勝者追い返してくれれば。いやー、さらにまた来たな。ちょっと厳しいよな、本当に。聞くがいい。あー、来た来た来た。結構な大軍来ましたよ。よし、行きましょう。わかった。当然でね。今円にもう一人ちょっと送り込んで。おや、さて、神竜はもう後回しにして、かかるぞ、進軍せよ。え、痛いな、これはきついな。京都引き抜かれたか。出立いたします。車中とか、車中なんか裏切ってくれそうなんですけどね。ダメですかね。参ろうか。まあちょっとその辺は置いといて、涼かじゃない、いや、京都が抜けたところに干渉、いや、商業のわけないでしょう。任せね。で、ちょっとこの演術軍荒らしに来たのを全部ちょっと潰してしまうとあかんね。確認してくれ。結構出てきたな。キレイも来たか。一部隊出しておきましょうかね。クビライ、あ、いや、キレイ一騎打ち巻き込まれるとまずいんで、ここはちょっと余計なことはせずに、
よし、捕らえた。組み上げよ。やらせるか。報告がある。向かいます。おや、決裁提案で よしよし陳竜守ってくれたな。あ、ちょっと待て、あいつなんだ一体。思わぬ敵が侵入してきてるね。ついてこい。賞金捕らえておきたいな。続いてください。よし、平坦切った。報告がある。何をした。決裁イベント、義勇兵来た、ありがたいね。とりあえずは賞金を潰して、ついでにきれい潰してもらいたいけど、ちょっと移動先をここ奪い返さんとダメなんで、やってやろう。そしていないかな。電通、司法、サイエン、社中、作友93、行ってまいります。ちょっと義理のなんか低い武将とかを、まあ、狙っていって、賞金、捕らえ損ねたか。あれ、聞くない。あ、おい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 、倒しきってないやん。続け。で、こっちはこのままキレイを攻撃して、で終わったら退却でいきましょう。そして、引き抜けそうな武将がいないな。今一つあそこ占領されたんで、地域担当官置き直しですよね。両方に弊社任せろ。
ちょっと探索巨匠まだアイテムあるんか。行ってまいります。人はさすがにもいないはず。こんだけ探索してね、誰も見つからないんで。まとめてひねりつぶしてやるぞ。ん？こいつどこ行くつもり？聞くがいい。いや、よくわからんな。ちょっと謎の行動。呼んだか？追撃して退却で行きましょうか。よくわからん。なんでこっち中入ってきたのか。行くか。行ってまいります。とりあえず潰して、あ、いや綺麗、ちょっととどめ刺しとこうや。これ聞くがいい。なんでほったらかしにしてしろ。追撃入れてなかったからか。お、巨長ちょっと綺麗潰してから入ってきてもらおう。人材、円の方には誰かいないかな。では参ります。戻るぞ。引いてやる。お喜びください。仕掛ける。撤退だ。守備は上々です。お喜びください。根性だ。覚悟。今引いてやる。忠誠を誓おう。聞くがいい。なんだ。巨匠にちょっとこの陣を壊してきてもらいたいんで。心得た。他に登用できそうな武将いないよな。行ってまいります。シュシュンとかまあ無理でしょう。そうそう、7000出てきたのはどっちに行くかな。ここに行くかな。あー、そういうことか。陣を破壊してってことにな。確認してくれ。で、ちょっと炎術にちょっかいかけられて、ちょっとごちゃごちゃやってる間に兵2万溜まったね。車中無理かな。出立いたします。やけに車中にこだわってるようにちょっと思われそうやけど、ちょっと引き抜けそうな近場にいる武将ってことで狙ってるだけで。進化
かれ。遅れるな。魅力を尽くします。シュシュ来た。聞くがいい。シュシュが引き抜けたっていうのはちょっと大きいね。礼を言おう。また195年ならもう少し生きてくれるだろうし、主公を縁に送る。やっと縁の人材がちょっと揃ってきたような感じかな。あ、妖州平原ちょっと遠いけど誰か行けそうかな。リゲンちょっと行ってみましょうか。で、提案。炎術もこれ呪詛は落ちるな。もうちょっと呂布と曹操がやり合ってくれたら。報告がある。礼を言おう。なかなかこう引き抜けそうな武将がいないんですよね。向かうとしよう。呪詛はもう多分無理でしょう。やお役に立ちましょう。なんか黄金崩れっぽいような武将とか、あと山賊とかそんなんばっかりちょっと集まってきてるけど。礼を言おう。今日水無理かな。行ってまいります。任せてください。罹患とかがどれくらい効くかなんですよね。ちょっと任せね。行ってみましょうかね。巨長が戻ってきて確認してくれ。誰か捕らえてたよな。おお、これはその誰かっていうぐらいちょっと一生薄い人をなんか捕らえてたような気がする。あ、陽兵忠誠下がってきてるな。めちゃくちゃ溜まってきてるよな。
縁にちょっと武将を派遣して、シュシュもでは参ります。やっとまともに内政できる人が縁に一人増えるね。ご期待に添えず。計略も成功しないしな。誰を捕らえてた？あ、李芳か。一旦捕虜にしましょう。寛解無理か。使者がお待ちです。ん？演術李芳。いや、返さないでしょう、ここは。普通だったらね、お金に換えたいとこなんですけど、お金余ってるんでね、今。報告がある。むしろ登用したいところなので。では参ります。おお、これは。シュシュンに農業をやってもらいましょう。で、主公に農業もうすぐレベル上がりそうなので。承知しました。そのまま行きましょうかね。あ、ここ巨匠か。すっかり忘れてた。なんか深夜と思い込んでたね。足が速い、ラッチが水耕持ってるな。なんでここ空白のままかなって思ったら、そういうことか。出陣よ。これはもう完全にうっかりですね。しようかな。陳留取りに行きたいけど、序南が今あっさりと落とせそうなんですよね。役立ってみせる。報告がある。ジュシュンがどうも落ちそうな気がするんで、その後でジョナンを奪いたいかな。身に余る光栄です。参ります。神竜から8000兵動くな。どこに行くかな。ん？確認してくれ。ジュシュン守りきるかな。あ、守りきったな、これは。守りきってしまったな。しますかね。ボルテに、いや、ボルテ
てはそのままにしておいて、他に土地占領と兵舎開発ができそうな、クビライかで、巨匠を商業もうちょっとレベル上がりそうなんやけど、商業多分他で上がるから、兵舎もうちょっと兵集めるスピード上げたいんで、そしてどうしますかね。ちょっとね、こっちは米買って金が余ってるんで、増産もない、円に輸送しましょう。向かうとしよう。そして陳竜ちょっと狙うチャンスが来てるような、兵力が分散していってそうなので、少しだけでもちょっと巨匠に兵を回して、炎術はちょっともう放置して、陳竜狙っていきましょう。必ずやお役に立ちましょう。さて、ようやく戦闘開始ですよね。ここまで長かった。報告がある。さあ行きましょう。ありがとうございます。あとはどうしようかな。統率が高めで、7000、いや、これ最大持っていけるよな。クビライは眼光にしておいて、で投石部隊を後ろからついてこさせましょう。出陣するぞ。行きましょう。そうか、ちょっと洛陽の方で李覚軍と揉めてる間に、陳留1万か。聞くがいい。そのまま行きましょう。ちょっとな、手強いのは花公園が。聞くがいい。洛陽はしばらくちょっと揉め続けてくれそうなんで、ありがとうございます。
行ってまいります。行くか。で、提案、演説文、変な動きはしてないな。よし、行きましょう。確認してくれ。うむ。ありがとうございます。演説。言ってまいろ。武将忠誠触り始めてる？なんかそんな感じ。ですかね。信用のあ候補数、あーでも大衆ちょっと遠いな。雷博とかは引き抜けそうな気がするな。で、あとは今ちょっと歩を落としてるんで関東に、お名声持ちいいのがいますね。お任せください。さあ行きましょう。曹操が戻ってくる前に何とかしたいかな。借りは返す。いけそうかな。おっと、演術捕まってるやん。あー、雷博いないか。白落ちたかな、これは。手足となって働きます。あー、女子も落ちてるな。よしよしよし。ってことは序南攻めましょうか。確認してくれ。円から関根をちょっと巨匠に戻して、おや、で任せな。これで関根と兵士が届いたらその兵力で序南狙ってみましょうかね。陳留は多分このまま落とせると思うので。ありがとうございます。で、あとは序南に行ってくる。ちょっと人向けて投用できそうならちょっと投用していきたいので。参ろうか。呂布は勝敗狙ってるかな。こっちに来なければもう何でもいいや。報告がある。お、決済イベント、劉兵ありがたい、本当にありがたい。
えらいなんか中世全体的に強かったな。孫策と炎術は同盟関係にあるのかな。で、孫策が攻めてるから炎術は便乗しようとしてるような感じかな。うん、提案で吉報をお持ちしました。よし、さて陳留攻め、投石でどれだけちょっと防御削れるかなんですよね。やるぞ。よし、いけそうだよね、これは。ちょっと投石接近しすぎたな。確認してくれ。もういけるでしょう、いいでしょう。ありがとうございます。こちらに一歩引いて攻撃できたらいいんですね。お任せください。で、あ、いや戻ってきてるな。とはちょっと今こっち向かってきてるのは誰が来てる。そうそうか、このような。まあまあしょうがない。とはちょっと曹操が突っ込んできてるのが、巨長平坦切られへんかな。いけるか。聞くがいい。どうしようかな。一応城を攻撃するけど。わかった。ちょっと曹操気にしてほしいかな。おお、これは。で、クビライに兵士送りたいけど、どうすか。まあいいか、送っておきますかね。そして、あとは、これでここ兵士1万4000になるから、1万4000で序南攻めるのは厳しい。あ、大守ジャムカになってるな。ちょっと嫌かな、これは。大守って帰れたっけな。都市情報、いや無理か。ちょっと大守変えたいな。ジャムか怖いな、なんとなく。まあまあいいか。とりあえず一旦ちょっと陳留どうにかして、その後で考えましょう。達成いたしました。
手置きだ。蹴散らせ。よし、とりあえず後で一人でも登用できたらいいけどな。さて、そうそう、ちょっとどういうか、あーシュシュも、そうそう、どうするかな。確認してくれ。潰しに行きましょうかね。チンギスカンは奉仕にして、これで行きましょうか。我に続け。で、東洋、うわ、中世100は厳しいな。東洋無理か。出立いたします。その周りの武将をちょっと誰か東洋できたらいいかな。うーん、オフラとか無理かな。参ろうか。今日は多い、ちょっと天水遠いな、間に合わんかな。うーん、お、そうだ、都市変わってるから、行ってまいります。人材、ザリア武将ちょっと狙っていきましょう。報告がある。そうそう、引いていくな。これはちょっと、分かった、帰り討ち合ってるから帰っていきましょうか。これは在野武将をちょっとね、出立いたします。に行って、おや、で、あとは、陳竜まだ、おや、もうちょっと派遣して、よろしくお願いいたします。名声持ち、成功しましたぞ。忠誠を誓おう。忠誠を誓おう。確認してくれ。礼を言おう。さて、陳留で内政始めていきましょうかね。やってやろう。わかった。やるか。
陳留にちょっと手が空いた武将を送り込んで内政を進めていきましょうか。在野武将いないかな。あと武士の輸送、参ろうか。そう、あとちょっとこの縁の大使をどうにかし、あ、いや大使変わってるな、大丈夫やな。よし、いける。さすがにね、剣王武将が大使をやってるっていうのはもう本当に怖いんで、使者が面会を望んでいます。曹操軍、まあいいでしょう。確認してくれ。多分ね、曹操軍の武将簡単には下らないんでね。身に余る光栄です。湘南行ってまいります。これは一回行ってみましょうかね。で、今長幕とか到着してたから、あ、領州と領も、あれ長幕は向かおう、縁に行ったか。縁にいるな。縁から陳留に出立いたします。ジョナンちょっとどうにかしたかったんやけどな。ジョナンの兵が回復してきてるな。使者が到着しました。また来た。天意はまあしょうがないよな、下るとは思えんもんね。聞くがいい。さてでは、地域内政もうそろそろ自動で割り振っていきましょうかね。お任せください。身に余る光栄です。15,000か、どうしようかな。もう少し兵増えてくれれば、まあ一旦ちょっと輸送を終わらせて全部将城に戻ってもらって、確認してくれ。さて、身に余る光栄です。ちょっと官職関係ない人はまあ放っておいて、ちょっと官職の見直しやっていきましょうかね。まずはクビライをちょっと将軍
から文官向けに変えていきましょうかね。で、いや違う、何をしてんや。クビライはこちらにあげる。そしてここにクビライを入れて、で、ガモン将軍に、シュシュン、ちょっとな、怖いよな、今。年齢的にちょっと怖いんですよね。まあ、かね。で、あとは、リホーと、で、投石ちょっとね、引いてもらいたいので、兵士、しっかりと持ってもらいましょう。武将に官職振って、さて報告がある。兵士再編して、再編成をしてちょっと攻めていきましょうかね。兵士5000ぐらいを巨匠へ送ります。向かおう。で、陳竜、陳竜からもちょっと兵士送りたいけども。身に余る光栄です。おっと、行にちょっと忠誠低い武将がいるな。いや、まあまあ今はいいか。そうで、ここもちょっと5000ぐらい巨匠へ送りましょう。参るか。さて、これで巨匠の兵が約3万になるので、報告がある。
と今LINE の対応とかやってました。さてちょっと洛陽に忠誠の低い武将が艦船とか引き抜けそうでしょうね。うん、向かいます。艦船引き抜けそうなのと、水庫な、信用。行ってまいろう。まあ、そこまで遠くないし、行けるかな。あとは、序南の町外ですよね。出立いたします。どう考えても、ね、使うような武将じゃないけど。あとはそうだな、ちょっと劉備牽制しておきたいかな。誠心誠意お仕えします。確認してくれ。相性的にどうなんだっていうのはあるけど、劉備不和か。まあ、任せてもらおう。お金送って。平常以上じゃないとダメってことだよね。そう、都市変わって巨匠誰かいるかな。行ってまいります。人材の探索ちょっと忘れてたんで、ちょっとやっていきましょう。そうよ。わっ、陳留で疫病って。おい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 、聞くがいい。陳留のまさか城？城で疫病発生した？陳留のどこで疫病発生してる今？あ、城じゃないならまあいいや。こっちに伝染してこなけりゃ。感謝する。でも疫病といえば今のあのコロナどうなるんですかね。もうあれがある間ちょっとな、旅行行けそうにないんですよね。出立いたします。ちょっとね、やっぱり旅行に行けないと、ね、YouTube のアップする動画とかもゲームばっかりになりそうなんですよね。鉄道模型ちょっともうちょっと再開できそうにないので、もう少し再開まで、ね、時間かかりそうなんで。参るか。さて
序南行きましょうか。カンネイ、リゲン、リホー、タンで、兵士は最大で、投石、利権、利権、魚鱗でいいか。いざ出陣です。よし、行きましょう。よし、平城に戻った。まあちょっと劉備とはできれば同盟結びたいかな。報告がある。おう、でもコロナ収まってくれないと旅行に行けないんで、車窓動画とかもね撮りに行きたいんですけどね。借りは返す。おいおいおい、演術に奪われるか。確認してくれ。ちょっとまあ意外っつうか。向かいます。でまあちょっとね、旅行今年いろいろちょっと考えてたんですけど、全くどこにもまだ行けてないんですよね。まあその分の予算はもう全部鉄道模型に振ってしまおうかなとか思ってるんですけどね。お喜びください。ここまでですね。ああ、シュシュン。聞くない。シュシュンが倒れてしまったか。とするか。同盟、劉備いけるかな。6ヶ月。
厳しいなこれ。いやあかんな、無理だなこれは。この軍師の助言なんですけど、三国志5の頃とかでよくあったのが、条件のあのお金をゼロにすると、あの武将のまあ登用とかで予算、まあ条件のお金ゼロにすると登用いけますよって聞くない、軍師にあの助言出てきたりするんですけど、それ1000に変えると登用は失敗しますっていうような、ゼロで成功で1000でダメっていうのはまあ明らかにちょっと変な話なんで、その時っていうのは失敗が確定してるって時だったかな。逆に、ゼロでダメで1000で OK ならいけるんだったかな。なんか、何かね、ちょっと助言のからくりみたいなのがあって、ちょっと低い知力の武将でも、ほぼほぼ、助言が必中にできるっていうようななんかあったんですけどね、多分今もそれに近い感じかなとちょっと思ってるんですよ。序南攻撃確認してくれ。艦船とかでは参ります。引き受けそうな気がするんですけどね、ダメですかね。あとは巨匠は、これはもうやっぱり全部アイテムだけかな。縁、そういやまだ探索してなかったか。ちょっと縁の探索いかないとダメですね。お喜びください。確認してくれ。ちょっとあそこ炎術に奪われたところ、封を取り返しに行きます。そしてちょっと今度こそ忘れずに炎の探索やっていきましょう。これは陳流で推薦出たな。陳流、ちょっともう一回陳流じゃあ検索してみましょうか。達成いたしました。アイテムだけかな。そんな感じですかね。あ、かんねえ、ちょっとまずいまずいまずい、めちゃくちゃ兵士減ってるやん。かんねえに兵の補充。
お礼申し上げます。円の探索行きましょう。軍師の推薦は行ってまいります。巨匠、多分アイテムしか出ない気がするんで。任務は成功だ。関根ちょっと被害でかすぎるな。打ちまくれ。これ3000補充したはいいけど、鈴の勘ね、度胸だけは褒めてやろう。どうだ、どうだ。相手が何でしょう。だめや、弱すぎね。容赦するな。円もアイテムだけかな。確認してくれ。アイテムだけっぽいですよね。参ろうか。とはじゃあちょっと近場で忠誠の低い武将を狙ってみましょう。行くとするか。参ります。行ってまいります。あ、兵の補充、巨匠から兵士出たか。当然だ。序南はもうこれで落ちましたね。聞くがいい。そして、ちょっと陳留からまた兵士輸送しておきましょうか。なんか巨匠ばっかり、ここからばっかり兵士補充出たみたいなんで。では参ります。これで炎術は、まあ、滅亡ですね。中にちょっとやっぱモンゴル軍の武将、ね、強い武将多いんで。役に立とう。いやいや、これ結構今までモンゴル軍の武将ってあんまり、ね、全く
配信なかったかな、初めてかな。関羽どこに動いてくる、あれは。多分そ、ね、モンゴル軍チンギスハンそっちからの確認してくれ武将って初めてと思うんですよね。今までには多分なかった。水湖伝とか、あとは、そうだ、交流期とか、そういう時代の武将の配信はあったと思うんですけど、ちょっとね、この元朝秘史とか、あの時代の武将っていうのは、今回初めてだったとは思うんですけど、結構やっぱり楽しいもんありますよね。あとはこれね、スブタイとかムカリとかそういった武将も今後配信あったらちょっと楽しいんですけどね。あとはまあ銀英伝のコラボ武将とかまだちょっと楽しみな部分もあるので、ちょっとそのあたりある程度揃ってきたらきちんとね、ちょっと通して一回勢力作ってやってみたいなと思うので、今回はとりあえずちょっとモンゴル軍の武将配信された分だけで序盤の立ち上げ、ま、結構長時間にはなってしまったんですけど、ちょっとまあ遊んでみてどんなものだったのかなっていうのを確認ね、やってみましたけども、また、ちょっと配信武将が一通り揃ってきた段階で改めて英雄集結のシナリオとかで勢力作ってまた遊んでいこうと思ってます。またゲームの配信の方ちょっとね、ファイナルファンタジー7のリメイクとかもちょっと開始したので、そちらとかも動画上げていけたらと思ってますので、またチャンネル登録とかよろしくお願いします。ツイッターの方もフォローいただければ、まあ、今後どんなゲームやっていくのかとか、あとまあコロナが落ち着いてからにはなるんですけど、旅行とかのまた動画とかも上げていきますので、またそちらもよろしくお願いします。では長時間のご視聴ありがとうございました。